はい。どうも皆さん、こんにちは。伊勢っこです。それでは今回なんですけども、10月の PayPay ペペは超 PayPay ペペ祭り、PayPay ジャンボ全額還元、マクドナルド最大20%還元など、オンラインやテイクアウトでもお得にということで、今回は PayPay ペペのキャンペーン情報ですね。ここ最近はちょっとですね、まあキャッシュレスに関する、まあ、いろんなニュースが出てきている状況なんですが、まあそんな中ですね、PayPay ペペが熱いキャンペーンを発表したので、サクッとお伝えしていこうと思います。それでは行ってみましょう。 ということで、今回発表されたキャンペーンというのはこちらですね。超ペイペイ祭り、10月17日スタート、年に一度の超お得な1ヶ月間ということで、まあ去年もですね、ペイペイに似たようなキャンペーンがあったんですけども、今年もまあこれが開催されるということですね。 で、開催されるキャンペーンの期間なんですけども、今回いろいろキャンペーンあるんですが、トータルでまあ2020年の10月の17日の土曜日から11月の15日の日曜日の期間にいろいろと開催がされるということになっております。でですね、ちょっとこれキャンペーンの数がですね、結構多かったので、まあちょっとざっと読み上げて、その後に一部をピックアップして、まあちょっと中身をお伝えしようと思います。 まずは、ペイペイジャンボ一等最大100%還元キャンペーンということで、これは1日のみ開催されるキャンペーンとなってます。で、次は、マクドナルドのモバイルオーダーで最大20%還元キャンペーンが開催されます。マクドナルドで20%還元ってちょっと珍しいですよね。次は、松野屋とか、松屋の10%還元。で、高校の5%還元。で、31の10%還元。で、銀だこの10%還元。日高屋の10%還元。 で、パルコの5%還元。で、サイクルベース朝日の5%還元。これ自転車買う人はいいですね。で、道頓堀という飲食店が10%還元。 で、パリミキ、メガネのミキが、えー、10%還元。あとは、ペイペイピックアップ。こちらもキャンペーン開催されまして20、20%還元。で、あとは、ヤフートラベルの3%から5%還元のキャンペーンとなっております。でですね、今回はこの今、青文字になっている3つ、ペイペイジャンボとマクドナルドのモバイルオーダー、そして、ペイペイピックアップに関して、ちょっとだけ、あの、中身の方をお伝えします。 まずこちらのペイペイジャンボ一等最大100%還元からなんですけどもこちらのキャンペーンですねここ見ていただきたいんですけどもありがとう2周年10月17日開催ということで今回はこの10月17日土曜日のみのキャンペーンとなっておりますなのでまあこの期間中ずっとあるわけではないのでここはもう勘違いしないようにお願いしますで実際にどんな風に当たるのかということなんですが3等が決済金額の 2%2 等が決済金額の10%で1等が決済金額の100% 分が当たるということですね。で、付与上限に関しては？ ま、一回もしくは期間中でも10万円相当までとなっております。まあ、ちょっと僕はこういったのなかなか運はないんですけども、まあ、あの、当たったら結構嬉しいですよね。で、気になる対象店舗なんですけども、一応右に出てる通りとなっております。でですね、対象外の店舗に関しては、また追ってですね、公式のホームページで発表されるということになってますので、まあ、ちょっと気になる時はですね、まあ、この10月17日の、ま、前日とかに、ま、チェックするのが一番ベストだと思います。一応ですね、対象店舗パパッと読み上げると、まず PayPay ペイペイの加盟店、これ実店 のことですね。次はネットのストアですね。例えばヤフーショッピングとかヤフージャパンサービス、あと他にもペイペイが使えるオンラインの加盟店、そしてここ意外だったんですけども請求書払いのサービスも対応となってます。でですねちょっと下の方に書いてるんですけどもボーナス運用であったりとかソフトバンクワイモバイルの携帯料金の支払いは対象外となってますのでここは間違いないようにお願いします。でこの請求書払いなんですけどもまあ、普段からね請求書払いもペイペイ利用されている方であればもう特にご存知の方も多いと思うんですけども今電気 ガスととかか水道とか結構いろんな場所で使えます僕が住んでる福岡であれば九州電力で使えたりとか、まあ、結構ですねご自身が住んでる地域でも対応してるかぜひこれもチェックしてみてくださいちなみにですね先ほどのとこには出てはないんですけどもこういった今北海道を例えばで言うとガス水道とか以外にもいろんな税金とかも払うことができます例えば場所によるんですけども住民税だったりとか固定資産税とか、まあ、そういったところでも払うこともできるので、まあ、ここもぜひ公式ページをチェックしてね この10月の17度のタイミングでまあ払うっていうのも、一つちょっと面白いのかなと思います。 以上がこちら、ペイペイジャンボ一等最大100%還元についてでした。次はこちら、マクドナルドモバイルオーダー最大20%還元ですね。それがこちらなんですけども、マクドナルドのモバイルオーダーで10%戻ってくる。ペイペイさんだから支払うと10%戻ってくるということですね。まあ、モバイルオーダーで思い出した方いらっしゃるかもしれないんですけども、僕以前ですね、これを使えばならわずいすみますということで、実際にマクドナルドでモバイルオーダーを試してみました。で、その時は l i n e ペイが使えるようになってたので、まあその時に l i n e ペイで 決済したっていう動画を作ったんですが。 今度からそれがペイペイが対応するということになります。結構嬉しいですよね、これ。で、実際の還元率などに関してなんですけども、ソフトバンクですとかワイモバイルユーザー、ヤフープレミアム会員の方であれば、なんと20%分還元されます。なんか今までマクドナルドで20%還元ってなかなかこうイメージができなかったんですけども、まさかのね、このモバイルオーダーを利用することによって、まあ対象者は限られるんですけども、ソフトバンクとかワイモバイルとかヤフープレミアム会員という風に限られるんですけども、そういった方々は20%付与。で それ以外の方に関しては10%分が還元されるということになります。で、不要上限に関しては1回に500円相当まで、で、期間中は2000円相当までとなります。で、一応ですね、ざっとど,んなどれぐらいの金額を使ったら上限に到達するのかということなんですけども、通常の PayPay ユーザーの方であれば、1回の決済で5000円まで。 で、不要上限に到達します。で、期間中トータルで2万円まで使ったら場合は2000円相当まで到達するということですね。そしてソフトバンク、ワイモバイル、Yahoo、プレミアム会員の方に関しては1回の決済で2500円までを使うことで500円の上限に到達すると。そして、期間中1万円までトータルで決済した場合はこれで2000円分の上限に到達するということになります。そして実際にペイペイがですね、いつこのマクドナルドのそのモバイル,バイルオーダーに対応するかということな なんですけどもアプリ版に関しては2020年の10月の上旬に対応するということそして Web 版ってあるらしくてこれちょっと僕使ったことないんですけどもそれに関しては2020年の10月上旬以降を対応予定ということでございました。 であとです、ね、これ以前の動画、モバイルオーダーの時の動画でもちょっとお伝えしたかもしれないんですけども、おそらくですねモバイルオーダーを利用する場合は、マクドナルドでよくねドコモの D ポイントであったりとか、楽天の楽天ポイントを貯めることができるんですけども、もしかするとそれが貯めることができないかもしれない。 と僕は思っております。というのもですね、モバイルオーダーをすることで、自分のスマホから注文を入れることができるので、もうほんと注文から決済までが完了するんですよね。で、あとは普通にカウンターで受け取るだけなので、 ポイントカードを提示するタイミングっていうのは実はないんですよ。なのでおそらく今回の PayPay ペペのモバイルオーダー、PayPay ペペのマクドナルドでのモバイルオーダーはポイントが貯めれないかもしれないです。ちょっとここは断言できないので申し訳ないんですけども、一応ここだけ頭の中に入れておくのがいいと思います。以上がこちらマクドナルドモバイルオーダー最大20%還元についてでした。で、最後この3つ目ですね。p a y p a y クアップの20%還元ということで、それがこちら、対象店舗で p a y p ックアップをご利用すると20%戻ってくるということですね。 ちょっと前もね、p a y p a y クアップの動画出したと思うんですけども、これは簡単に言うと、その事前注文サービスというものになってます。まあ、先ほどモバイルオーダーとほぼほぼ近いところではあるんですけども、ご自身のスマートフォンで事前に注文して、あとはお店に取りに行くと、で、あとは並ばずに受け取ることができるっていう、本当にマクドナルドの先ほどのモバイルオーダーとすごい似てるんですけども、まあ、今のところね、ちょっと対象店舗は少ないんですが、結構便利なサービスとなっております。 で、そのペイペイピックアップが今回は20%還元キャンペーンということで、還元率は今お伝えした通りの20%。で、与上限に関しては1回に500円相当まで。で、期間中は2000円相当までとなっておりまして、今下にも出てる通り、1回に2500円分決済した場合は500円の上限に到達すると。で、期間中1万円分決済した場合は2000円相当まで到達するということになっております。 これに関してはソフトバンクですとかワイモバイルあとはヤフープレミアム会員とか特に関係なしに誰でも20%付与されるということになります。以上がざっとキャンペーンの紹介でして ま、最後に日程のまとめなんですけども、まあ、先ほど冒頭にもお伝えしたように、ペイペイジャンボの一等債で100%還元に関しては、10月の17日の土曜日のみとなってます。なのでね、今のうちにカレンダーとか予定表に、この日のスマホ決済はとりあえずペイペイを使うとか、まあ、そういったのを入れておくのも、まあ、ちょっと面白いのかなと思います。で、あとは10月17日から11月15日のキャンペーンがほとんどで、ちょっと真ん中の方にあるパルコに関して5%還元キャンペーンに関しては、10月の29日の日の日の 10からスタートして11月の15日までとなりますのでもしねパルコで何かこうお洋服買い物されるとかそういった方がいらっしゃればここの日にちは間違えないようにお願いしますそしてあと一番下ですね特に今回あのー、詳細についてはお伝えしてなかったんですけども10月の1日から11月の15日まで Yahoo! トラベルの3%から5%還元のキャンペーンというのは開催されるのでもし Yahoo! トラベルまあ、利用される方はですねちょっと詳細に関しては公式ページをぜひチェックしてみてくださいまあそんなこんなで今回はペーペーの 超ペイペイ祭りというキャンペーンについてかなり簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました。まあ、先ほどね、ちょっと冒頭にもお伝えしたように、ちょっとキャッシュレスなどに関するね、なかなかちょっといろんなニュースが今あるような状況ではあるんですけども、まあ、こういったね、ペイペイがまた秋に面白そうなキャンペーンをするということであれば、また一つ盛り上がりそうな気はしますよね。まあ、一応僕は10月の17日またどうなるかっていうのはわかんないんですけども、とりあえずペイペイで、ペイペイジャンボ当たればいいなと思って、 いろんなところで使ってみたいなと思います。一応今回お伝えした公式のリンクに関しては下の概要欄に貼ってますので、詳細気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。 まあちょっと久しぶりのおまけということで、まあ、せっかくなんでペイペイ関連のおまけということで、先日ですね、ツイッターにこういうことをつぶやきました。そのまま読み上げたいと思うんですけども、お昼に静かな休憩室でペイペイネット決済したら、ペイペイって響き渡り、超絶恥ずかしかった、音量も消してマナーモードでもなるのはちょっと反則よということでね、これもしかすると経験された方いらっしゃるかもしれないんですが、まさかのね、 全部もう本当に音が鳴らない設定をしてたにもかかわらず僕がたまたまなんかインターネット上でペイペイで本当に決済した瞬間に鳴り響いてすごい注目の的だったんですよねもうこれめちゃくちゃ恥ずかしかったんでもしねオンラインとかでペイペイで決済するときはもう本当に一人 で、いるときとか、誰もいないときに、こう、決済することを僕は強くお勧めします。これの改善方法って何かあるんですかね。まあ、ちょっとそういうの知っている方がいらっしゃれば教えていただくと嬉しいです。ということで、ありがとうございました。